中はこういう色、きれいな色をしてる、うんうん、ミルクですね。で、発酵してるからブツ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 いってる。で、空気に、その表面の 油が空気に触れないということなんですね。で、空気のはまた大事なんですけど、うん、だからもろみが 日にちごとに変化していく、色が変わっていくんですけどね。こういうふうにだんだん変化で、艶がいいっていうのがとても大事なんです。食べ物の中で香りがいい、色がいい、照りがいい、いいっていう食べ頃っていうんですか、いうのはとても大事ですね。だから色と艶、照りがあるっていうんですかね、艶がある。だからね、